ワンキャリプラスキャリア100本ノック、 MC を務めますキャリアアナリストの佐賀です。よろしくお願いいたします。さあ、キャリア100本ノック、どんなコーナーなのか解説したいと思います。このコーナーでは相談者の方のキャリアからその先どんなキャリアパスが広がっているのか、それを私がノックのように一本一本動画を撮って解説をする、そんな思いを込めたコンテンツというふうになっております。願くば100本以上続く人気コンテンツになってほしい、そんな思いも込めてこのコーナー名にしておりますので、皆さんもぜひ楽しんでください。そして自分の企業、職種についても解説して、そんな方はコメント欄から意見寄せてください。そして自分自身の個別具体の悩みについても相談したい、そんな方は概要欄のリンクからワンキャリプラスのキャリア面談ぜひお申し込みください。では今日の相談者の方に移っていきましょう。今日の相談者の方はこちらになります。丸紅株式会社新卒で入社し、社会人経歴は4年目、職種としては営業を行ってきて、役職としては今メンバーレイヤー、年収800万円。この方の相談内容としてはこちらにございます。将来は経営に携わっていきたい、リスクを負ってもいいけれどもその分大きなリターンが欲しい、こんなキャリアニーズの方でございます。このような丸紅の方にご提示するキャリアパターンとしては、今回大きく3つご用意しております。それがこちらです。1つ目、事業経験を積むことを重視するならスタートアップへ、そして2つ目、大きなリターンが欲しいならコンサルティングファームへ、そして3つ目、手触り感のある仕事がしたいならメガベンチャーへ、この3つで解説をしていきたいと思います。まずは1つ目のスタートアップへの転職パターンです。近年ですね、総合商社、ここからスタートアップへ挑戦する方の人数、徐々に増えてきております。それは総合商社で働く方々のオペレーションだったり、プロジェクトマネジメントだったりというふうな仕事を進める上での基礎スキルが高いというところが、どんどんと多くの方々に認知されていってるからというところは一つあると思います。そして2つ目は、近年スタートアップにリスクマネー、いわゆるベンチャーキャピタルからの投資だったりとか、お金がちゃんと流れていっています。その分ですね、スタートアップも昔よりは年収を払えるようになったというところで、総合商社の方々の高い年収維持というわけにはいかないかもしれないけれども、ダウン幅を少なくすることができるので挑戦しやすくなったという背景で人数が増えているというところがございます。ではどんな転職があるのかというところについてなんですが、例えばここにあるように、丸紅さんからビザスクさんという上場スタートアップへ、ビザスクさんアメリカの企業を買収しています。海外向けのビジネスを展開しているので、いわゆるこの丸紅での海外営業経験が生きるというキャリアパターンですね。それ以外にも三菱商事さんから 10X 小売向けのスタートアップですね、 10X さんというキャリアパスがあります。三菱商事さんでもその事業領域によっては、小売、流通といったような事業領域に詳しい方もいらっしゃると思います。そういった知見を生かして挑戦をするというキャリアパターンですね。そして最後、総実さんからテラドローンへというところです。ここも海外事業開発というふうになっているので、海外向けのビジネスをどう作るのか、そのためのロジ、オペレーションをどのように組み立っていくのかといったような、まさに総合商社パーソンが持っている武器が生かされているような転職実例です。やっぱりこういった事業はですね、未上場、上場含めてのスタートアップという意味合いですが、自ら事業を立ち上げていく経営者を目指す上での重要な経験が積めるというところで、おすすめのキャリアパターン1つ目というふうになっております。では2つ目のキャリアパターンはこちら、大きなリターンが欲しいならコンサルティングファームへというところです。これはもうシンプルに年収ですね、そして市場価値がちゃんと上がるというところでございます。先ほどのスタートアップのキャリア、未上場の企業であればあるほど、シード、アーリーフェーズであればあるほど、リスクも伴います。例えば自分自身の人生をかけて挑戦したけれども、そこから上場が目指せなかったとか、大きくなりきらなかったとか。ですが一定ですね、コンサルティングファーム、今日本市場ではイケイケどんどんで伸びておりますね。なんで市場価値もちゃんと堅調に伸びていき、年収の伸びといったものも一定確実性が高い。そんなところでしっかりとリターンを手堅く欲しいんであれば、コンサルティングファームはおすすめかもしれません。その中でもここに挙げられているように、もちろん内資、国内の総合コンサルティングファームだったりですとか、外資、ビッグ4というところで戦略領域に挑戦するというところもありますが、いわゆる MBB と呼ばれるような、マッキンゼンさん、ボスコンさん、ベインさんといったような、こういった戦略コンサルティングファームで挑戦をするというキャリアもあります。ここはですね、やっぱりコンサルタントになるための素養、地頭力だったり、クライアントとのコミュニケーション能力だったり、総合商社で働いている方々だったら皆さん身につけているような、この基礎のスキルセットが活かしやすいキャリアということが言えるかと思います。そして総合商社の方々は、例えば
有価証券報告書だったりですとか、そういった財務面での知識といったものを豊富に持っていたりするので、そういった知見を生かしてコンサルタントに転身しやすい、そういったところもあるかと思います。そして年収ダウンにもならない、そんなところから今人気の選択肢の一つですね。そして最後パターン3つ目がメガベンチャーというキャリアでございます。スタートアップ、途中でもお伝えをしたようにリターンも大きいですがリスクも大きいです。そういった方々にとってちょうどいいと言いますか、安心感のある選択肢といったものがこのメガベンチャーだと思います。アーリーフェーズのスタートアップほどリスクは大きくない、一方で大手企業ほど裁量権が低いだったりですとか、スピード感が問題大だったりだとかっていうふうな不満を抱えることも少ない、そういった意味合いでメガベンチャー挑戦しやすい選択肢になっているんですね。例えばここにあるようなマネーフォワードさんだったり、サンサンさんだったりといったような日本を代表するような上場 SaaS 企業だったり、デリーさんだといったふうな今伸びに伸びているような企業群で挑戦するというキャリアが挙げられるかと思います。ここでも営業として入ることももちろんできますし、こういった事業企画、経営企画といったようなボードメンバーのすぐそばで働くというようなキャリアもあるんではないでしょうか。さあ今回キャリアパターン3つご紹介させていただきました。総合商社からのキャリアパターンとして経営の力をつけたいんであれば事業経験重視するなスタートアップ、そして金銭的な市場価値的なリターンが欲しいんであればコンサルティングファーム、そして3つ目手触り感のある仕事がしたいんであればメガベンチャーへといったキャリアパターンでございました。いかがでしたでしょうか。このように今すぐ転職するしないに関わらず、自分の先にどんなキャリアパターンがあるのか、これを理解をしておくことは今後のキャリアを考える上では重要な観点だと思います。ぜひこの動画を参考に皆さんのキャリアを考えるきっかけにもしてみてください。自分自身のキャリアについても教えてほしい、そういった方はぜひコメント欄にも寄せてください。個別具体のキャリアについて相談したい、転職について支援してほしい、そういった方は概要欄のリンクからワンキャリアプラスのキャリア面談にお申し込みください。それではまた次回のキャリア100本ノックでお会いしましょう。